はい。ジェン君、おはよう。挟まって、おはよう。はい。足舐めてくれるのはあまり嬉しくないです。くすぐったいです。はい、そのまま。今度はポンちゃん。ポンちゃん、はい。うん。 はい、ポンちゃん。ポンちゃん。しかも、だったね。よし、ポンちゃん。ポンちゃん、あくびばっかり。ポンちゃん。はい、今日は外はいい天気です。真っ青。気温の方もですね、だいぶ、今日は上がるようで、17度とかっていう予報が出ていました。暖房はいらないかな、今日は。ジャン君、ポンちゃんも元気に遊びそうですね。おいひー、ジャン君。はい、じゃんけんぽんちゃん。絵になってるね。すごい豪華な色合い。またいただきもの。すげえな。米肉っていう字がすごい散々と輝いています。そしてハム、そしてコーヒー。大人の贈り物をいただいてしまいました。ありがとうございまありがとす。うございます。何はともあれ、これで年が越せるっていう感じですね。すごい年立末、派なもの。お忙しいのにいろいろ気遣っていただきありがとうございありまがとうございす。ます。じゃんくん、ぽんちゃんご飯だよ。ということで、こちらがまた届きました。大変です。ありがとうございます。はい、にゃんこの袋。少し開け始めています。にゃんこごめんね。かわいい。ジャン君的なおやつっぽいよ。あ、モーミンだ。また、やったー。またモーミンでーす。ありがとう。あ、かわいいのが入ってる。ポンちゃん。ポンちゃんだ。
ポンちゃんと目だけジャン君、ポンちゃんと鳥さん、はい、はい、これとおやつだ、おやつだ、ジャン君のおやつ、ポンちゃんのおやつ、あ、おもちゃ、おもちゃだ、お、眉なんだね。でもそれね、そうなの、そうなの、これね、買ったことある家族ね、そう、あのお子様たちに買ったことある。ムーミンメモ帳かな、ムーミンメモ帳、変わったメモ帳だね。あれかな、あの手紙に入れるやつ、なんか、あ、こういう風に使うんだって、なんとか線じゃなくてか、あ、こういうメモなのね。そうだね、こう、はい、折りたたんで可愛くできるやつだね。ありがとう。かわいいムーミンとミーだよ。これは中筋を切るときの。そんな可愛くないもの。ここ可愛いよ、ほら。シャマさんとかいるの。はい。かわいい。そして、はい。あれ、ここで。あ、待ってる、待ってる。なんか待ってますよ。あれ、ちゃんとこれ見て、待って。これが、ちょっと待っちゃう。あ、結露のやつ。あ、結露のやつ。しかも、なんかにゃんこの、猫ついてるで。おうちとにゃんこがついてる。かわいい。これ実は必要だった。そう、ちょっとあの、入れ直さないとね。スパキアラーメン。話のために食べてみた。あ、腹減ったなぁ。あ、なんかこんなの初めて見る。チャーシュー麺の写真だけど。のフライ麺だって。スパキアオリジナル隠し味付き。へぇ、3つちゃんと入ってる。うん、の分までありがとうございます。かわいいセブちゃん、はい、え、お掃除セットだね。いつもいつもすみません、ね、ジャスミンビスケット、なんか、はいはい、レモン香るって書いてある。これも面白いよ、ちょっと待ってね。よいしょ、ここにカルディの、うん、なんかカルディオリジナルのやつみたいだよ。これがね。なるほど。コーヒーと。お、なんだろうこれ。抹茶？抹茶、静岡茶。かわいいネズミさん。うん、来年の干支だね。干支のやつね。うん、これは金箔入り梅昆布茶。なんか贅沢なものが。初春。すごいね。お正月にみんなで飲めばいいのかな。もったいないもんね。あ、美味しそう。好きそうだよ。すぐ食べる。きっとね、あっという間になくなります。あ、よかったね。いっぱい入ってるよ。はい、こっちのビターな感じ。すぐ食べる。あ、これも美味しそう。これは、私が好き。はい、これは飴になるのかな？そうかもね。のど飴っぽいね。って書いてある。どうもありがとうございます。いつもすみません。なんか、かわいいものとかおいしいものとか、はい、ありがとうございます。鳥さんもポンちゃんと仲良しになってくれるといいね。ジャン君、ポンちゃん